ダッシュでこそどうも武田でございます。木沢でこぜ、よしきでございます。新しいコーナー作ろうと思って、ほう、一発芸なくしたから、うん、刻んでいこうぜ、よしきでございます。何を刻んでるか当ててみてこれ何を刻んだか当ててみて普通人の腕か答え、うん、落雅落雅多分ドキュってなるでしょ。なるこのコーナー久しぶりに武田とよしきしっかり練習してみたの一日。あ、なんかいいね、こういうの久しぶりじゃないですか。だいぶ12月、うん、1月仕事漬けだったというか。そうですね、今日はしっかりね練習してしっかりね、うん、やっていこうと。そうだね、話ですよね。はい、はい、今日も仕事でーす今日ね、やばいぞみんななんか見えてるんだよ。あー、そのでかいのが物がね、プレステ8っていうぐらいなんかね、近未来的ななんか箱にすごいでかいものみたいなのが今僕の視界に入ってます。でも今回の動画はこうみんなに、うわ、これおすすめなんですよってよりかは、使ってってこんな感じのなんだみたいな、知ってもらいたいっていう感じかな多分。すいません、あの先方さんもそれ違ったらすいませんぐらいめっちゃ高いって。それえぐい、あのいや、これめっちゃおすすめで買ってください、うん、もうあのっていうのは、うん、もうマルチもうマルチここでこれ買ってって俺が言ったらもうマルチです。マルチ、マルチです。僕自身その商品をこうちょっとしていただいた時に、面白そうみたいな効果、得られる効果とかシチュエーションっていうのが今の俺らにぴったりやるっていうので、あの今回引き受けました。まあその中にしっかり練習して、ちょっと先に言っちゃうと、リラクゼーションというか、リラックス効果というか、体の鮮度を保つっていうか、だからそっち系なんですよ。怪しい。怪しいね。怪しいね。練習とか、練習終わった後、作業とかもやっていきたいなと。わかりました。いう動画に、そういう一日を皆さんに見せる。じゃあそのアイテムを使うと、うん、疲労が感じないっていう体になるってこと？そうですね。やっぱこれ個人差があるんで、なんとも言えないんですけど、まあ僕なんかは特に疲れとかっていうのがかなりこう表に出るタイプというか、まあそうですね、体にこうすぐ出る、うん、すぐ出るよね。出ますよね。いや、一昨年の3月かな、毎日投稿しますっつってさ、25日目ぐらいであの40度ぐらいで高熱出しましたから。頑張りたいじゃん、うん、いろいろ。そこをこうサポートしてくれるっていうか、そういう空間を作り出すっていうアイテムなんで、はい、ちょっと一回出しますね。でん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 え、待って、俺ら史上高額。そうですね、はい。それで言ったら俺の盗まれた車ぐらい。車何万ぐらい？60万ぐらいトントンや、トントン、トントンだ。じゃあこれって新しいの買います空間デインマットということで、開けてないから、開けてない見た目してないよね。すいません、箱が貸し出し用なのかな、ちょっとそれも分かんない。ちょっと開けます。おー、中に取り扱い説明書が。あ、これが待って、接骨院の匂いする。なんか接骨院の匂いしない？マジリアルに。いくでいくでいくで。ぽいものが出てきました。おも。重いんだ。でーってーん。でんばーい。おお。やっぱ汚いから結構使われてます。いろんなインフルエンサーに振ってるんでしょうね。なるほどね。で、ようやく次僕らと。はい。このマットにつなげると、そのマットから全員空間を半径1メートル以内。作り上げるっていう、はい、早速全員空間を作っていこうか。一回俺らハイグレードの方が出されてるわ。え、じゃあもっといいやつってこと？ハイグレードの方は99万でした。あら、かわいい。たまに池袋の北口で見る同じものが多分でけえ。あ、でかいもんでしょ。なんかこれを取り扱ってる人たちみんなプロ選手なんだよね。言うたら俺らも YouTube のプロみたいなもんだろこれどこと何でどれをどうつけるの。裏につけるでしょ、うん、ガジン。電影空間作ります。はい、3、2、1。ちょっと光った。おお、消すと、うん、つけると、うん、はい、簡単だね。どうすか、なんかヨガ体験とか始める？リラクゼーション空間作ってて、うん、まあどういう方に勧めか、自律神経を安定させるみたいないうところがあるっぽくて、温泉チックのあれですね、なんかそういう癒し空間って感じ。そうですね。で、どういう場所でこう使われてるかっていうと、まあ全然皆さんの一般的な家庭でももちろんいいですし、オフィス、デスクワークですね、そういう疲労感、肩こりにも効果がありますよ。接骨院、接骨院の匂いしたってもまさにその通り。エステサロンとか
はい、そういうのもですね、まあ、シンプルに自律神経をこう安定させるというところが、まあ、どういう感じでこう効果があるかっていうと、アスリートが限界にしっかりトレーニングを重ねている一方で、はい、たまる疲労、怪我のリスクを常に考えて最高のパフォーマンスを出すためには毎日の体調コントロールがとても重要となり、電波チャージはそのようなアスリートの体調コントロールや怪我のリハビリとしても利用されています。でさっきもお話ししましたけども、デスクワークにも電波チャージがとてもいいと、長時間の作業とかもクオリティが上がって作業できますっていうところがありますので、今回我々はそれを体験していきます。これってさ、即効性あるかな、あるっぽいね。これさ、リアルに言っていい、なんかね、視野が広い鳥肌立ってるもん。それはいつもこれ関係ないか、それなしで。なんか俺ちょっと感じてるかも。本当俺リアルにさっきさ、動画回る前さ、分からなかったら分かんないって言おうと思ってたんだけど、あのちょっとこのなんぞかな、元気になる瞬間ってイメージした時に、うん、今日体調がいいから、はいはい、ああいうことできそうだなって。あ、分かる、なんかさ、そのイメージが湧くんじゃん。めっちゃ分かる。できそうなイメージが湧くだけど、今日は体調いいからあれできんな、ああ、いや、なんかイメージが湧く時ってあるし、うん、これ乗った瞬間その感覚になって、うわ、じゃあさ、これから企画会議ここの目でするリアルにだから即効性があるとしたら、この感覚って気のせいじゃないのかなって今思いながら喋ってる。いいね。だって俺の口から今の発言さ、出ない、ね、汗で出ない、出ないね。だから本当に思ったから出た発言だと思うんですよ、ね、いや俺もなんかそう言われると思うリアルにこれ、うん、今練習してきて、で疲れて帰ってきて、1、2時間ここの上で作業して、うん、どうなるかって言ったら、またなんかこういうなんか発言が生まれるかもしれない。なるほどね。本当に試す価値あるわ、これは。うわ、楽しみですね。多分あの視聴者の7割は電位マットじゃなくて練習内容の方が興味あると思う。確かに確かに。ちょっとおのおの練習していきましょうか。はい、はい、そうですね。ヨシキと武田の練習いきましょう。参りましょう。ダッシュで行こうぜ。やばいね。1万2000のペーランの予定だったんですけど、無理すぎて変えた。60分以上かけ変えた。こういう時も大事じゃん。大事ですよ、ね、怪我のリスクを負わない、負わない。別にサボってるわけとかサボってる、ちゃんと考えての60分に行こうっていう。はい、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。はい、今日のジョグはちょっと時計を見ないで感覚と自分のリズムを大事にするっていう意味で時計見てないで走ってるんですけど、今これ回したのはもうそろ60分かなと思って回したんですよ。そしたら40分しか経ってない。もう寒くて一人でこれ走ってる時間がマジきつい。40分しか経ってない。怖っ。思考なんだけど、こういうね、極寒の日は感覚がバグるね。もう気持ち的には60分いった気持ち。あやはら、あと20分頑張ります。あと10秒で終わります。はい、オッケー。ちょっと60分経ってねえけど、12キロいったから今日終わり。最後流し入れます。久しぶりだな。なんか周平撮るの久しぶりな感じする。あいつまたフォーム綺麗になった。綺麗だな。なんか滑らかさが増した。設定は26、7で行きたいって言ってましたが、走り終わった後の感じじゃないよね。選手見守る監督か、お前は。ちょっとはハーハーしろ。24秒8。早っ。ゴールした直後さ、ポケットで手突っ込んでただ歩ってる人だからさ、なんか風貌が監督だった全然疲れてるように見えねえから。
つ取れてなかった。画面の下に出していきましょう。動きは問題なかったと思います。じゃあラスト1本スパイク、はい、かっこよくない？じゃあピシッと、うん、ラストね、はい、ラスト39いいよ。じゃあ戻りましょう。はい、ダッシュで行こうぜ。ありがとうございました。ちょっとえぐい、きつかったマジで。きつかったね。相当疲労溜まってる。眠いもん。あ、最高の状態や。作業していきましょうか。じゃあよろしく。よし、すいません、もうなんだかんだ時間が経って5時スタート。ちょっと一旦しっかり作業頑張っていきたいと思います。頑張るぞ。頑張るぞ。編集頑張るよ。しっかりやろう。じゃあ編集頑張るぞ。編集頑張ろうな。うん、全部充電しといて。いいよ、やっぱ仕事に使うって感じ。うん、作業に使うから充電してほしいって。あ、近くて充電ないから。充電ないから。充電ないから、シンプルに。うん、ああ、携帯いじれる場所だった。いじれなくていいよ。もういじれなくていいの？うん、あの、瞑想するから。それぞ、はい、528Hz の BGM つけてもらっていい？ 528Hz の BGM？ うん。ああ、それそれそれ、いい感じ。ジェイザー、ジェイザー、はいはい、電気消してもらっていい？電気？うん、言える言える、はい。これでいいっすか？最後爆睡してる。リラックス効果抜群。リラックス効果抜群。ということで、作業始めてから1時間半経ちましたので、ちょっと僕の感想と彼の感想を聞いていきたいと思います。編集してるよ。作業してる。作業、作業しました。うん、夢の中で。うん、正直に言うわ、仕事することにした。作業してたでしょ、だからしょうがねえから、リラックス効果味わうための仕事することにダッシュで行こうぜ。ちょっと行きますか。うん、よくね。でもマジでいいぞ。寝癖ついてんじゃねえか、お前ちゃんと。はい、ということで5時から短いですけど1時間半ほど作業させ、作業、うん、作業で、作業したでしょ。結構はかどるぞ。はかどった。ちょっと僕の方から言いますけど、まあ、ちょっと1時間半ぐらいなので3時間を2セットみたいな感じで作業するんですよ。僕集中切れる感じ。そう、集中も切れるし、だりなみたいな。コーヒーガブガブ飲まないともできないところは結構実はあって、しかも今日練習終わりだから集中できるかなって思ってたんですけど、グッと
すごい、うん、できた。眠くならない感じのリラックスだった俺は、その作業中は。逆に寝られてた吉木さんは電位空間感じた？マジ電位空間感じた。多分3年に1度に起きるか起きないかぐらいの今すっきり度合いだもん。僕はなんか疲れとかなんか抜けたっていうよりかは継続できた集中力っていう感じが、どっちかで言ったらリラックスしてめっちゃ寝れたわっていうよりかは、うん、今俺がここにソファに座って周平が言ったような集中力がアップする感じ、感覚の方が俺も共感できて。なるほどね。これプラシーボじゃない。ぜひ気になる方は概要欄チェックしてみてください。本日は電波チャージ使って電位空間を感じ練習と作業を頑張ってみたという動画でした。この動画を見て電位に興味を持ったっていう方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。